Hey guys, thank you for watching my video. This is 関田横浜ネクタスピーキング。皆さんこんにちは、英語社長関田です。今日はですね、もうご覧の通り調子駅に来ております。実はですね、先日京成ロードさんで放映されました電車を止めるのの映画を見てきたんですね。そしてですね、竹本社長ね、こちらのサイン入りこの書籍をですねいただきまして、こちらがですね本当にガイドブックにもなっておりますので、せっかくここまで来たんだからね、調子の街とかね、あと駅とか、その調子電車についていろいろねちょっとリポートしていけたらななんていうふうに思ってます。これね、実は風が強いな今日はね。これ小回り手形、これもいただいたのでね、ぜひ乗っていけたらいいななんていうふうに思ってるんですけどもね、今ね、こうやって皆さんに見せてるじゃないですか。これね、実はずっと僕ね、ある方から見つめられてましてね、ちょっとドキドキしてるんですけども、じゃん、裏側袖山里穂さんでございます。調子電鉄のね、さまざま YouTube チャンネル、激ツラチャンネルとか見てくださってる方は分かると思いますけども、本当にね、調子電鉄のアイドルですよね。はい、もしね、このツアーの中にですね袖山さん会えたらないいなと思ってるんですけどもね、まあ、そんなことも考えながら、まあ、いろいろ散策していきたいと思いますけども、普通に電車で行ってもいいんですけどもね、せっかくだから 6.4 キロでしょ、歩ってみようかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ健康のためにもそうですけど、はい、なのでね、ちょっと沿線散策を兼ねてね、ちょっと歩ってみたいと思います。では行ってきます。レンタサイクル、これ自転車使えたらめっちゃ楽なんだよな。ガーン今日は強風のためレンタサイクルのお貸し出しを休止とさせていただいております。ご理解のほどお願いいたします。これはしょうがないね。まあこんなもんだよね。ということで、も一番最初に歩いていくって決めたならもう行けっていうことですよね。 6.4 キロ、大したことないよ。あと僕、新幹線の路線でね、総合巡視って線路の点検したわけですよ。その時ね、1日10キロ点検すっからね、 6.4 キロなんてね、大したことないっすよ。今ね、跨線橋登ってきたけど、一番最初のね、あの高架橋の上だからね、専用の社員しか通れないようなね、階段をこうやって登っていくんですけども、その時みたいな感覚かな。もういきなりスタートでね、階段だから。お、この跨線橋渡ってさ、見えた、この銚子電鉄のね、これ銚子駅ですね。絶対に諦めないって書いてありますね。はい、いや本当にね、ここのスタート、本当はね、中入ってねスタート切りたかったですけれども、今日はね外から歩っていくから、こっからでね、電車に乗るシーンはまたね別に撮りましょう。ではね、どんどん先に進みましょうか。右よし、左よし、足元よしということですね。今渡りましたけれども、そう、今ねこれ渡り切って、向こう側が銚子駅ですね。そう、今ね、わざわざね、跨線橋を渡ってきましたけれども、なぜね、跨線橋を渡ってきたのかということですけれども、上からね、銚子駅のあの駅舎をね、見せたかったんですよ、皆さんに。そう、今日はね、電車乗らずにね、徒歩でね、この沿線 6.4 キロを歩こうという、こういう企画ですから、そう、銚子駅はね、一回 JR の改札を入らないといけないから、今日はね、ちょっと外から行くのでね、また電車乗るときにそちらの中側撮影しましょうか。今ね、中野町駅の方に向かってますね。中野町駅といえばね、銚子電鉄の本社があるところですね。銚子電鉄さんの激ツラチャンネルっていうのをね、見たことある方はね、わかると思いますけれども、中野町駅にすぐ隣接しているね、本社なんですよね。そう、もう100年ぐらいもう経ってね、そう、まだね、銚子電鉄になる前から建っている建物なので、銚子電鉄のね会社よりこの前に建っていたことがあるというね、そういう本社なんですけれども、今ねその中野町駅に向けて今歩っていっています。基本的にね、地図とか何も見てないんですけどもね、まあ線路沿いを歩っていけば着くでしょっていう、そんなそんな感覚です。なのでね、もうひたすら歩っていきたいと思いますけれども、お、見てください。ね、もう少しで中野町駅なんですけれども、車両が見えてますね。ここはね、車両基地でいろいろ、ね、整備、点検だとか行ったりだとか、出荷とかしたりとかするところですかね。で、出荷っていうのは、調子駅の方にね、行くためにね、回送で持ってったりとかね、そういう時でしょうね。まあ、中野町駅始発の電車もね、あるから、まあ、一概に調子駅の方に、
あの海藻で持って行って、それから始発にするっていうことはないでしょうけど、はい。まあここでね、線路の点検だとか、まあ乗務員交代したりとかするところでしょうね。お、見えてきた。この建物本社でしょ。お、来た。失礼します。お、銚子電気鉄道株式会社、こちらが銚子電鉄の本社さんですね。それでね、お、ほら、中野町駅ですね。じゃん、到着。車掌関台の駅伝です。まあ、駅伝といってもね、走るわけじゃないんですけどね、駅から駅まで、ね、ひたすら歩いてリポートしていこうかなというふうに思ってましたね。まず最初の駅、中野町駅に到着いたしました。見てこの駅、もう風情があるでしょ。めちゃめちゃいいんですけど、僕群馬県の中野城町のね、 PR 大使、花というの町中野城 PR 大使っていうのをねさせていただいてるんですけども、名前も似ているし、雰囲気もね、街並みとかね、こういう昔からの建物とかまだ残ってますのでね、なんかすごい愛着を湧きますよね。ちょっと中の方を見させてもらいましょうかね。ドアを開けて失礼します。ということで、おーおーおお、すごい、物品販売、いろいろなものが売ってますね。はい、でこちらがホームになるんですけれども、はい、お、すごいこれね、電車を止めるの、はい、先日見てきたやつですね。めちゃめちゃ面白かったから、皆さん絶対見た方がいいですよこれ。僕ね、元鉄道マンとしてね、見たらね、めちゃめちゃ泣けました。感情移入しちゃうんでしょうねこれね。そうで、ここでね、出発ということで、電車に乗る場合はですね、ここで切符を買うということですね。本来であればね、この車庫見学もできるんですけれども、今はね中止ということで、今年の3月31日までね、今車両検査期間中ということで見学を中止しておりますということですね。ですので、もしね、これ見学をね目的として来られる方はちょっとお気をつけくださいね。はい、こちらに3000型ですかね、はい、止まっております。ではね、中野町駅を後にしまして、次ね観音駅に出発してみましょうか。出発進行、 The next station is 観音、行きましょう。そうか、僕忘れてたけど英語車掌だったんだよな。英語車掌だから英語アナウンスしなきゃダメじゃんね。さっき思いついたわ。今ね、ここね、見えますか、今検査のとこですね。はい、これね、これデキとかもあるのかな、今見えないかな。そう、デキってわかりますか。すごいちっちゃいな、見えるかな、このね、これデキ、これデキね、もうめちゃめちゃレアでしょこれ。僕ね、群馬で上信電鉄にもデキあるんですけれどもね、いやー近く行って映したかったけどな。まあこのデキね、3型いや、これもレアでしょ。今ね、車検が切れちゃっててね、実際に運転できないんですけど、これさ、どうにかできないかな。車検通して走らせたよね。いや、そしたらみんな来るでしょ。ちょっとなんか考えよう。今ね、中野町駅から出てきたんですけども、ちょうど沿線でね、元々本線ですからね。そう、なんかちょっと線路こうやって 見てもいいかなというふうに思ってるんですけども、今ね、銚子電鉄さん、線路の石ということで缶詰で販売してるじゃないですか。このね、越後のときめき鉄道さんの方へね、こう委託したりとかして、まあいろいろね、そういう取り組みされてるんですけれども、あの缶詰って、ちょっと写真とかあの動画とかで見た方はわかると思うんですけど、比較的こう丸くないですか？そう、丸いんですよ。なぜかというとね、もう僕ね、この、もうそういうバラスト、この採石のね、管理をしてたんですよ、新幹線の時ね。それでね、あの振動、電車の振動によってね、角がどんどん取れていくんですよね。その石と石がこの、ね、並んでるじゃないですか。で、触れ合ってるわけだから。で、電車のこの振動によってね、このバラスト同士がこう削れていくわけですよ。角のところが当たってね。角ってやっぱ尖ってるのでね、脆いじゃないですか。そう。だからどんどんこう削れていってね、振動によって。それでだんだん丸くなっていくんですけども。それがね、この採石が丸くなっていく仕組みなんですよね。それによって、その電車の乗り心地が良くなっていくんですよ。これ、ショック吸収してるから。
そうだけどもね、その銚子電鉄さんの線路の石ってね比較的丸いの。それはね、なぜかというと採石がねこれ取り入れられたのは比較的後の方なんですよ。で、あの丸いね石を使っているのはねもう結構100年ぐらい前。そうだからね、あの採石使われているっていうのは結構ねレアですよ、本当に。そうだからね、もう本当に僕はなんかね貴重だなっていうふうに思いますよね、あの石もね。もう今ね、そうこうやって引かれてる採石、もう採石っていうぐらいだから砕かれてる石って書いて採石だからね。そうだから本当に100年ものの石がね缶詰として販売されているということですよね。ですからそういう銚子電鉄を守り続けてきたこのバラスト、この石ですね、石がねこうやって手に入るっていうことだから、まあこれいいかなって思いますよね。だから何個かね勝手におみくじとか入ってるからね、それ開けてみるのもよし、一つね取っておくのもよしということで、様々コレクターとしては使い方あると思いますけれども、もういいですね。じゃーん、ここね踏切のとこなんですけど、これ様々なねこの線路の設備があると思うんですよ。そうここね、あのちょっとしたねこの橋脚っていうかね、ちょっとしたここ水路ですけれどもね、こういったところでちょっと構造が変わるじゃないですか。こういうところってやっぱりね、このなんですか、電車の車輪が乗ってくるときにね、これちょっと揺れが変わるんですよ。だからねちょっと特殊なね、設備が置いてあります。でね、でその後でこういう橋脚の手前とかね、比較的こういう継ぎ目があるんですけれどもね、やっぱ橋脚とかだと橋ね動く場合があるからね、ここはもうたまたま踏切の手前ってことはね、伸び縮みしたりとかするときにここで調整したりとかするので継ぎ目があるんですけれども、はい、こういう継ぎ目がねガタンガタンっていうね、この風情ある音を醸し出してくれるわけですよ。僕はね高崎線だったからロングレールって言ってね、すべて繋がってるんですよね、乗り心地向上のためにね。そうだからね、高崎線とか乗ってる方はね、もうガタンガタンって音は聞かないと思います。あの駅に入る時のね分岐器って言われてね、1番線と2番線に分かれるところだとかで、ね、そういうところだけ、はい、そういうところ以外はねもう基本的にロングレールと言ってね、基本的に繋がってます。なのでね、そうあの信号回路ね形成するためにね、その IJ って言われてね、イグニッションジョイントっていうのがあるんですけども、右よし、左よし、足元よしということで、ね、今踏切を渡りましたけれども、はい、もう踏切を渡るときはね基本的に鉄道に下観光っていうことをしてね、もう安全確認してからっていうのが抜けないですよね、これね。はい、そんなことを言ってる間にね観音駅が見えてまいりました。はい、結構歩いてねすぐだからね、電車乗ってても2分ぐらいでしょ。そうだからね、あっという間に観音駅が見えてきましたね。はい、こんな感じです。ということで見えてきました観音駅ホームでございます。目の前が踏切なのでね一旦停止してね、右よし左よし足元よしということでね言えますけれども、まもなく観音、観音に到着です。 We are approaching 観音ステーションということで到着いたしました。今ね観音駅のホームにいますけれども、こんな感じですね。はい、これはね右手側がね、あの銚子駅方面ですね。はい、銚子とか中野町方面で、こちらが元銚子方面ということになりますけれどもね。はい、この2両編成ということでね、こうやって鏡ミラーがついておりますね。はい、これは運転手さんとかね、この乗り降りを見るためのミラーですよね。このくらいのホームの長さですからね、基本的には車掌さんとかはね、この鏡だとかはもう肉眼で見て乗り降りを確認するって感じですね。僕がね乗っていた高崎線とか15両編成とかなので、もう全部でね15編成だと300メートルくらいありますからね、その時は ITV というねカメラを使ってね乗り降りを確認するんですけどもね、比較的こういう短いところを肉眼で確認してドアを閉めたりします。ということでね、次のね駅に進んでいきましょうか。では次の駅に行ってみましょうか。次は元銚子、次は元銚子です。 The next station is 元銚子ということで行ってみましょう。観音駅で、ね、出てねすぐね
この通りにね面してるんですよね。だからどっちから行けばいいのかな。まあとりあえずどっちかな、わかんないけど、まあこっち行ってみようかね。最終的に駅に着けばいいからね。次は都庁市を目指してますけれどもね、どん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 線路から離れていってるんですけども、これ仕方ないかな。まあ方向性は合ってるからいいか。とりあえずね、次目指してるところは元調子駅ですから。いやー元調子、完成がけも本調子、やっぱね僕もね調子本調子出したいなー。まあ、やかりましょう。だからね元調子行ってね。お、見えてきた見えてきた、駅だ。ゴミステーションだ。ステーション違いだな。今ねこちらの公園で今来てるんですけど、あ、大丈夫だ大丈夫だ、よかった当てた。はい、元調子駅こちらです。よかったぜ、こんだけ歩いていて間違えてたらね悲惨ですけど、これちょっと上り坂やん、上り坂だよ今ね。元調子に向かってますけれどもね、ここはちょっと上り坂だな、公園から。まあいい運動だな。いや本当にね、歩く方はね本当に動きやすい格好でぜひ来てください。もうねめちゃめちゃこれ上り坂よ、これ見える、ちょっと後ろ側ほら、これわかんないかな、上り坂なのよね、動画はちょっとね、いい運動です。健康健康。浅間神社だって、群馬県にもねこれ浅間山っていうのがあるんだね。ちょっと反応しちゃいましたけどね、こちらで今回のね無事を祈るためにですね、ちょっとここからでは申し訳ないんですけども、ちょっと手を合わせましょうか。ということでね、相変わらず風が強い、木々のねざわーっていうの聞こえますかね。はい、まあでもねちょっと歩いてね汗ばむところですけど、この風がね助けてくれてるかな。本当にねちょうど良くなってきた。本当にちょっと汗ばみそうなんだけどもね、この風でねちょうど涼しくなってきてね、汗が全然出てこない感じ、ちょうどいいぐらい。はい、さっきね手合わせてきたからね、今回のこの駅伝っていうかね、僕が歩いているこの銚子電鉄の旅もね、はい、安全に成功することがね確定できたでしょう。おお、ついに坂を登り切って見えてきましたよ、元調子駅。おらー、まもなく元調子です。お出口は左側です。 We are now approaching 元調子 station that on the left side will open ということでですね、着きました。はい、この元調子駅なんですけれどもね、はい、比較的新しい駅舎ですよね。こちらの駅舎はね、このタレントのひろみさんがねテレビの番組の企画でね、はい、いろいろこれ作ったということで話題になりましたよね。なので比較的新しい作りになってますね。はい、今ね観音駅の方からこの元調子の方にねやってまいりましたけれども、お、こちらにありますね元調子駅の駅名看板です。上り調子、本調子、京葉東和薬品ということでね書いてありますけれども、このネーミングライツがねあるからね、各駅にねこうやって会社さんの名前ですとかね、このネーミングライツを提供した方のね名前がこう記載されている形になりますね。こちらの方もね、あ、これおしゃれですよね、こういうねこの電球ライトとかね、これちょっと待合室になっておりますけれどもね。はい、あ、これ見つけちゃった、めちゃめちゃおしゃれ、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか、この時計も。あれなんだなんだなんだ、これちょっと落ちちゃってるぞ。もう僕もせっかく見に行ってきたやつなんだから、どうにか補修したい。どっかない？あった、補修補修補修、はい、オッケー、よし、電車止めるな。はい、僕も今画鋲で止めましたけれども、はい、ぜひねこの電車を止めるのを皆さんのところに届いていただけたらな。
はい、僕も見てきましたけどね、本当面白かったから、ぜひ皆さん見てきてくださいね。はい、あ、いいですね、こういったところも。本当にね、こういったところのなんか温かみがありますよ。はい、これでね、はい、今元町島に来ましたから、次はね、髪の毛黒生えじゃなくて、なんだっけ、笠上黒生え、はい、行きたいと思います。はい、ありますね、あ、ここにあった。はい、次、髪の毛黒生えと書いてね、笠上黒生えですね。ということでね、次は笠上黒生えに行きたいと思います。次は笠上黒生え、次は笠上黒生えです。 The next issue is 笠上黒生えということで、行ってみましょう。ヘビがね、今結構いい運動ですよね、ここまで来てもね。今調子から4つ目来ましたけど、あと笠上黒生、西足鹿島とね、足鹿島、君ヶ浜、犬ボート、あと徳川ですもんね。はい、まだまだありますけれども、あとね、6つかな、頑張りましょうか。はい、せっかくここまで来たからね、漢歩しましょう、漢歩歩く、完全に歩く、漢歩。あ、僕ね、そういえばね、新幹線の補正にいたからね、漢歩っていう風にね、名前呼んでたんですよ。例えばね、東京車掌区とかだったらね、東車っていう風にね、略したりするんですけどもね、僕新幹線の補線だったからね、カンポっていう風にね、略してみんな呼んでたんですよね。はい。元カンポの社員がね、カンポしましょうか。女子演説をね。今ね、ちょっと歩ってきたらね、これ、ハート型の、これなんかイルミネーションなんですって。イルミネーション。お、これすごいわ。これハート型なんですけどね。今ちょっと離れて。はい。で、ちょうどこっからね、さっき元町市駅がここもう丸見えって感じですね。いや、この位置からちょっとなんか電車もね、これまっすぐ見れば見えますしね、反対側もね、すごい、ほら、こうやって見れますから、ここもいいですね、ここすごいいいスポットだな、直線だし。はい、ということでね、次のね、笠上黒生をね、目指していきたいと思いますけれども、今ね、こうやって沿線歩ってるじゃないですか。でね、健康がめちゃめちゃ、ね、これ増進されるっていうことでね、これなんかこういう、なんか企画あるじゃないですか。赤台と歩くこの、銚子電鉄 6.4 キロの旅みたいな。健康にもなれるし、これ密にもならないじゃないですか。外だしね。今ね、もう少しでね、笠上黒生に到着するところなんですけどもね、線路ここ見たらね、ちょっと北船っていうのがあってね、これ PC 枕木って言ったら、隣にあるのが木枕木じゃないですか。これこれ、これがね、これが木の枕木で、こちら PC 枕木って言ってね、プレストレストコンクリート枕木って言うんですけどもね、このね、いろいろメリットがあるんですよ。耐久性が増したりとかね、そういうことでね、普通ね、木枕木はね、打ち込めるから射抜く木、わかりますよね、朝鮮鉄さんがよく線抜きとかでやってる犬くぎだけどね、これ PC 枕木にはこの犬くぎ打ち込めないので、板バネとね、この吸血ボルトっていうのを持ってますね。はい、これが特徴なんですよ。いや、風がめちゃ強いけど、さっきね、犬くぎとね、PC 枕木のことをね、ちょっと説明しましたけどもね、こういうような形でね、線路のね、この耐久性を維持するためにね、さまざまなこの枕木もね、木枕木だとか PC 枕木だとかスラブコンクリートとかいろいろあるんですけど、これメンテナンス進むんですよね。はい、でこうやってね、継ぎ目のところにあるのはちょっと太いじゃないですか、木枕木、これ継ぎ目だからね、太くするんで、枕木にもね、いっぱいあるんですよ、種類がね。そう、おっ、ね、ちょっとなんか書いてあるな、じゃじゃーん、銚子駅起点2キロ165メートルということで、銚子から今2キロ歩いてきましたね。ということで、あと4キロちょっと頑張るぞ。よし、もう少しでしょ、笠上黒生え、まもなく笠上黒生、笠上黒生です。出口は左側です。We are approaching 笠上黒生 station. The window has a little open. めちゃめちゃ風強いの分かります？この踏切の遮断棒揺れてるの分かります？僕の髪の毛もめちゃめちゃ風強い。すごいな。でもね、ほら、見えましたけれども、後ろはね、笠上黒生駅ですから、行ってみましょうか。これ今僕線路に向かって、ね、右側方面から来たんですけど、これ一旦踏切を渡っていかなきゃいけない駅かな。こちらあれですもんね、手前のこちら側の線路は銚子方面ですもんね。
そうかそうか、ここだけ伏線になっていて、ここで交換待ち合わせするのね。ということで、まあ上りホームというか、下りホームというか、どこのホームに行く場合は踏切を渡っていくという形ですね。はい、着きました。踏切前は一旦停止して、右よし、左よし、足元よしということで、ね、列車が信頼しないことを確認してから速やかに渡りましょう。コアール運動っていうのがあってね、この列車はね、この本当に危険がいっぱいですから、このレールを渡るときにもね、本当にいろいろ決まりがあるわけですよ。この列車は直角に渡りなさいとかね、レールはね、このそばを歩かないとかね、いろいろそういうのが、ね、5つあるんですよ。今到着しました、霞ヶ海黒羽駅のホームでございます。こちらがね、都会駅方面に行くホームですね。見えますかね、ここは分岐器といってですね、これ下り線と上り線がね、これ入れ違いを行うところですね。基本的に JR でも全て同じですね。これ分岐器というのがありましてね、こういったところでどちらの線路に行くのか振り分けたりするわけですね。1番線に行くのか2番線に行くのかと、こんな形ですね。ということですね、今霞ヶ海黒羽駅を出発するところですね。次は西足鹿島ということで行っていきたいと思います。次は西足鹿島、次は西足鹿島です。 The next session is 西足鹿島ということで行ってみましょう。ちょっと雨降ってきたな。まあめげないよ。いや、次ここまで来たら行くでしょ。もう完全にもうやり遂げてやる。見てください、これね、第4種踏切といってね、遮断棒とかもね、なくね、警報もない、踏切のことね、これ第4種踏切って言うんですよね。だから本当にね、渡るときは右とかね、左をね、よく確認してから行かないといけないわけですよね。はい、これが第4種踏切っていうのがあるんですよ。はい、いろいろね、踏切も種類がありますね。はい、はい、というわけなんですけどもね、先ほどご紹介した第4種踏切なので、次にはもうね、踏切も遮断棒もちゃんとね、ついてるんで、第1種踏切っていうのがね、ついてるんですけどもね、まあこれはね、どこかというとね、はい、もう西足鹿島駅のもうすぐ直前なんですよ。はい、なのでね、ということで西足鹿島駅に行くということですね。まもなく西足鹿島、西足鹿島です。We are now approaching 西足鹿島 station。 行ってみましょう。こんにちは。ゆっくりして、今ちょうど来たら袖山車掌が乗務されているということで、すみません。びっくりした。あんまりいない駅だから、ありがとうございます。気をつけて行ってきてください。行ってらっしゃい。あ、もう歩いて都川まで。はい、気をつけて行ってらっしゃい。これ僕のね、カメラが壊れました。なんか SD カードエラーとか言ってね、まあ、SD カードをぶっ飛んでしまって、ずっと撮ってきたのにね、せっかくアイドル車掌の袖山車掌に会えてね、コメントもいただいたのに全部パーです。まあこんなこともあるか、機械だしね、しょうがない。まあ絶対に諦めないでね。女子電鉄社長も言ってますし、まあ、僕もこんなことでめげないよ。ということで、ヤマダ電機で新しいのを買っていきたいと思います。イエイ。犬吠駅にはね、袖山社長と一緒に来れるエクラもありますからね、まあ、今日もね、犬吠行ったらそちらのエクラ撮ってみましょうか。せっかくね、さっき袖山社長と
あったご縁がありますから、ツーショットプリクラ撮っていきましょう。はい、ということでね、次の駅を目指しましょうか。次は足利島、次は足利島です。ブレイクセッションです。足利島行ってみましょう。行けるか。こういうことがあるんだな。まあでもね、現役の車掌さんで、なおかつね、この YouTube チャンネルやってるということもあればね、いやーすごいですよね。だから僕も JR 東日本にいたままね、こう YouTube チャンネルできたらね、こういうことが起きたわけですよ。こういう奇跡が起きる銚子電鉄ですから、ぜひ皆さんもね、来てみてください。まもなく足利島、足利島です。 We are now approaching 足利島 station。 The one on the left side of the road、 今度は左側ですね。今ね、足利島着きましたけども、雨電車乗れず、そしてね、今回雨にも降られましたけども、雨にも風にも負けず、頑張ってやろう、もう負けたら。よし、行きましょう。はい、ここがですね、しかし、となります。こちら側が西足利島駅ですね。そしてね、反対側のこちら側がですね、こういう感じになりますね。そう、こういうね、こういう植栽というかね、これ植えられてるものとかいいですよね。こういうところってね、こういう駅のね、本当魅力の一つですよね。この待合室めっちゃ気になるものがあるんだけど、え、なにこれ、犬釘？これは何のためにあるんだろうか。これ風に飛んでいかないための重しなのかな。なんかちょっと面白いなこれ。はい。なんかこういうところでも犬釘に触れ合うことができます。触れ合うという言い方もわかんないですけど、はい、面白いな。はい。電車を止めるな。ねえ、時刻は11時10分ということですね。僕はね、乗車駅出てきたのがね、9時半ぐらいかな、9時30分ぐらいなのでね、うん、ここで今1時間45分ぐらい経ってるかなっていうぐらいですね。まあいろいろね、リポートしながら来てますからね、サクサク歩けばね、もうちょっと早く行けるかもしれないけれども、今のところね、ここまで1時間45分ぐらいかな。はい、ということでね、次を目指していきましょうか。では行きましょう。次は君ヶ浜、次は君ヶ浜です。 The next session is 君ヶ浜。 Here we go。 よし、結構ゴールが見えてきたぞ。あとはね、この雨がね、強くならないことを祈るだけだな。見て、この見渡す限り、あーめっちゃ雨降ってきたし、もう最悪ですよ、こんな感じ。もう雨と風との戦いの席内でございます。いや、もう負けねえぞ、ここまで来たんだから。見てこれ、傘が、もう傘のもう役目を、もうその役目を果たしてないんだよ。ほらほら、傘の役目を果たしてないんだよ、しっかりしろ。第4種踏切なんですよね。これってさ、映画の中でこの辺なんかあったよね。なんかそんな気がしてきたんだけど、なんかこれちょっと今塔がありますけどもね、これね、材料運んだりするやつね。お、奇跡的に今電車来たわ。奇跡的に電車が来ました。これやばいんじゃない、ここ。これ撮影スポット的なもんなんじゃない、ここ。めっちゃいいじゃん、ここ。なんか奇跡が起きたよ。ということでね、かすかに電車のお尻が見えるかな。ということでね、まもなく君ヶ浜ですからね、はい、僕ももう少し頑張っていきたい。もう少し雨にも負けず、行くよ。ご乗車ありがとうございました。まもなく君ヶ浜です。お出口は左側です。We are now approaching 君ヶ浜 station that on the left side of Lovin. ということですね。はい。君ヶ浜に着きました。ちょっと風が強いな。はい。風が強いんですけどもね。別にね、風でね、上の部分が飛んじゃったわけじゃないんですけどね。今柱だけ。
はい、残っている状態ですね。ちょっと悲しい感じですけどもね。昔はね、建物の上もあったんですけどもね、今はこういう状態になってますので、駅の方にも行ってみましょうか。はい、ここでね、じゃ自動販売機とかあるからね、休憩していきたいんですけど、おーおーおー、俺の傘はどこ行くんだよ。ちょっとちょっとちょっと。ということでですね、今、君ヶ浜来てますけどもね、もうね、風が強いんでね、次行くことにしました。次はね、犬坊ですけどね。そこでね、さっきお会いした袖山社長とプリクラを撮れるらしいですよ。まあ、ご本人と撮れるわけじゃないですけどね、プリクラを買ってね、そこでね、袖山社長と撮れるらしいんですよ。なので、ね、そういった楽しみがあるんでね、行ってみましょうか。ということでね、アナウンス行きますよ。次は犬坊、次は犬坊です。ナレクセッションです。犬坊。ということで行きましょう。行きましょう。おー。おー。行くぞー。犬坊崎ホテルの看板が出てきましたね。ここね、日帰り入浴って出てる。もう、雨にも風にも打たれた僕は。なんか入って帰りたい気分もあるけど、とりあえず駅を目指しましょうか。犬吠駅を。やっと犬吠駅が見えてきました。今ね、コンビニの前ですけどもね、もう間もなくだ。よし、間もなく犬吠駅です。我が家は左側です。We are approaching 犬吠ステーション。The left side of the band。ここたい焼きなんですけど、木金銅なんですよね。木金銅でやってるのでね、今日はね、ちょっと木金銅じゃないんですよ、残念ながらね。ということでね、早速中入っていきましょう。恐怖のためこちらの出入り口は締め切っております。駅舎には左よりお進みくださいということでね、向こうから行くらしいですね。恐怖の時は締め切ることもあるんですね。まずね、ホーム、せっかく来たからね、ホーム、ご紹介でございます。ほら来た、向こうがね、銚子方面ですね。でね、反対、向こうがね、徳川方面ですね。そう、ここまで来ましたよ。もう、もうね、残してくださいって言われてしまいます、ね、見てください、こちらね。ありますよ、その、どうですか、来ました。後ろに見えるのがね、松江門神社なんですけれども、はい、僕ね、手に持っているのがお賽銭です。815円、英語社長ですからね、815円、お賽銭までこだわってるんですけど、これをね、後ろの松江門神社に入れてですね、ちょっと手を合わせていきたいと思います。それでね、目の前にあるのがプリクラなんですけれども、逆光になっちゃうかな、大丈夫かな、ちょっと暗くなったけど、そうなんです、こちらにありますからね、撮っていきたいと思います。いや、プリクラの中入りましたけど、久しぶりだな。
学生の時とかね、もうどのくらい前、20年くらい撮ってないでしょということでね、はい、閉めますかね、これ、はい、こちらにね、500円、お金を入れてねって入ってるのでね、こちらに入れていきたいと思いますけれども、はい、お金はね、下ですね、下に入れるとこがありましてね、はい、こちらに入れていきたいと思いますけど、はい、ということでね、始まりました。言語を選んでね、日本語で、別に英語車掌だからって英語じゃなくていいでしょ。撮影したい背景を選んで、あ、撮影したい、あ、4枚撮れるんだって。マスク 撮らないとね、正確だからね。髪の毛とかさ、結構濡れちゃってるけどいいでしょ。あー、いいんじゃないですか。あ、今度ね、袖山車掌、あ、こちらもね、敬礼だ。じゃあこちらも敬礼。ちょっとポーズが被っちゃったな。全身撮影だってマゼモンと同じポーズこれね、 I love you って意味なんですよ。 I L U ね、そう。あ、いいんじゃないですか。あ、逆になっちゃったけどね。ということでね、プリクラ撮れましたよ。じゃーん、こんな感じ見えるかな。げーん、こんな感じでございます。そう撮れたすごい。今ね、切れてるちゃんとそう、ということでね、このイルフォー駅ではこのプリクラ撮れますからね、ぜひこれ記念に撮ってってください。ということで、犬吠駅ね、いろいろプリクラとか撮ってきましたけども、最後戸川駅に行きたいと思います。じゃあね、行きましょうか。次は終点の戸川です。 The next station is 戸川 Terminal ということで、行ってみましょう。やっと最後の駅ですね、戸川。風にも負けず雨にも負けずということでやってまいりましたけど、やっと最後の駅ですね。よっしゃ、行くぞ。皆さん、見えました、終点の戸川です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の戸川、終点の戸川です。お出口は右側です。戸川さん、落とし物を忘れ物なさいますようご注意ください。今日も調子電鉄をご利用くださいましてありがとうございました。大林選手です。 We are now approaching the Tokyo Terminal. Group Max, you have everything with you. Thank you for traveling with us. And we look forward to serving you again. やったぜ。やったぜ。ほら、郵便も見て。ありがとう。ありがとうのとかですよ。ほら、やっと来たよ。やったぜ、やったぜ。ホーム、いらっしゃるけども、ね、見てください。はい、到着しましたね。駅のホームもね、こんな感じになってますけどね。はい、ね、来ましたね。じゃあ最後はここで締めくくりたいと思います。今日はですね、銚子電鉄のアクティブなところですね。銚子電鉄ですね、この方まで上がってきましたね。 15.4km ですね。はい、これなんで始めたかというとですね、先日上げました動画ですね、電車を止めるな、京成ローザさんで映画を見に行ってですね、こちら来てみたくなっちゃったということですよね。ということで来てね、電車に乗るのもよし、そしてね、歩いてみるのもよしということでですね、いろんなことにチャレンジしました。したいなと思っておりまして、これを見てですね、銚子電鉄さん来てみたいなとかね、思ってくださる方が一人でも多くね、増えていただけたら嬉しいなというふうに思っております。これでまた犬吠駅もあってですね、続けてたくさんとですね、買いたいと思います。売り上げに貢献したね。はい、せっかく来たので、やっぱりこういったところで、僕もね、支えていきたいなというふうに思っておりますということですね。はい、今日見てくださいましてありがとうございました。本当にね、楽しかったですしね。諦めないということでね、やっていきますから、もう絶対ね、こんなところでね、
言われなんか吐いてらんないっすよ。なのでね、これからもいろいろ鉄道ファンですとかね、鉄道のことを皆さんに発信していきたいと思いますので、これからもね、いろいろよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。バイ。